これはコメントしよう。こんにちは、こんにちは。何してるん？え？あ、キンダルもありがとう、みーさん。髪型かわいい。ありがとう。あ、みーさん。キンタコいっぱい。ありがとうございます。キンダルもありがとうね、みんな。昼公演から帰宅しました。お帰り。こちらリアタイするからね。ありがとう。見守っててね。超怖い。超怖くて。どうしようってなってます、今。超緊張する。どうしよう。緊張する。ああ。お出かけスタイルですよ。初見です。ありがとう。こんにちは。こんにちは。田舎だからラジオ入らないです。あ、あのね、今アプリで聞けるみたいですよ。よければ。桃が来た、ありがとう。桃が来た、ありがとう。桃子ちゃん、めっちゃ可愛い。ありがとう。嬉しい。ごちゃリアタイするよ。ありがとうございます、聞いててね。そう、なんかね、次のね、最終枠が7時からできたらしたいんですけど、そう、残りの時間がね、あるから、そう、残りの時間が余ったら7時からしたいんですけど、 できたらしますね。多分できひん気がする。まあ多分できるかな。うん、頑張る。とにかくできたらまた7時からします。誰もありがとう。公演したいですね。公演が終わるか終わらないか次第です。こんにちは、ありがとう。ハートありがとう。こんにちは、可愛いですよね。ありがとう。髪型かわち、ありがとう。ごちゃいつものもかちゃんで行けば OK。 ありがとう、頑張ります。ごたごたって言ってもた。ごちゃリアタイするよ、頑張ってね。ありがとうね、頑張るね。そうでね、明日の時間を決めたくて、明日帰ってきてたら何時ぐらいかな。いや、わからない。もう朝、とにかく明日の朝はします。そうだから、明日の朝は帰ってきてからするので、何時かまだ未定なんで、皆さん午前中待機してくれてたら嬉しい。でも10時ぐらいかな、10時前後で。うん、一旦じゃあ10時から11時、ん ?10 時、10時半でいっか。金だるまありがとう、嬉しい。すごい、金だるまめっちゃ送ってくれてる、ありがとう。そう、ごたって言ってもた今。ラジオ出たら人気出ちゃうな。人気出るかな、人気出たらええのにな。あ、ありがとう、書いてくれてます。はい、よければ、この体を壊さないでね、大丈夫よ、ありがとうね。でも朝してね、多分私は寝ちゃうので、そこから間を空けます。はい、でできたら3時ぐらいにしたい。14時45分から15時15分で30分で1時間。だってさ、めっちゃ早くない？この前さ、イベント始まったのにもう終わりやで。そう、早くない？ちゃんと住んでね。住みます。ハートありがとう。誰もありがとう。もんちゃんなら大丈夫、頑張ってね。頑張る、ありがとうございます。こんにちは。あ、だるまさん、みんなありがとうね。ありがとう、だるま。よし、だるまで頑張って買って、みんなで松坂牛とマンゴーを食べようのコーナーしようね。で、あれもしよう、みんなで私のアバター設定して1位になれたら頑張ろうね。そっちも、こっちも頑張る、そっちも頑張る、全部頑張る。夕方はいいかな。夜またチャットに送っとくね、何時からするか。あ、ありがとう、だるまさんが口論だ。夜は
一番最後のアップは23時から12時にしたい。1時間。考えてる。ありがとう、嬉しい。こんにちは、こんにちは。ハートありがとう。ももちゃん頑張る、頑張る。ももさん頑張ろう、頑張る。だるまありがとう。だるまさんが転んだ、ありがとう。はい、シャツが着替えた、着替えました。チャットも撮ってないけど撮るといいことありますか。チャット撮るとすっごいいいことありますよ。私からのリアルタイムでいろいろ送ってます。例えば今の私だとか、今日何食べたとか。ね、普段見れないももちゃんとか見れたりしますね。あと思い出の振り返り、過去の写真を載せたりとかしますので、ぜひチェックよろしくね。こんにちは、こんにちは。今日も仕事にあまり見れないかも。頑張ってね。こんにちは、チャット送ってくれたら確認するね。オッケー、こんにちは、こんにちは。リボン可愛い。え、それな、これ昨日買った新潟駅で。イエーイ。そう、チャットは本当にね、私はメールとチャット今やってるんですけど、どっちかというと多分チャットの方がおすすめかな。メールもね、1日1通はね必ず送ってるんですけど、それだったらチャットの方がおすすめかも、私的にはね。でも何やろチャット読めなくなった。ありがとう、ハートありがとう。なんかね、なんて言った、ありがとう、だるまハート、ごちゃ頑張ってありがとうね。メールは私の今日あった出来事とかのことを長文で一通送っておりまして、でチャットに関してはもう私は本当に短文大好き女なので、これ食べてるとか、そう、おはようおやすみチャットは絶対送ってるし、そうで、なんかね、チャットってだいたい平均ってだいたい10通ぐらいだと思うんですけど、私競馬当たったので後でギフト送ります。ありがとうね、いつも本当に。そう、なんか、マリナさん似てるんですか。嬉しい。そう、あ、そう、両方が一番いい、おすすめです。うん、そう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 、ありがとうね。そうで、チャットはなんか平均だいたい10通ぐらいみたいなんですけど、私は昨日数えたら16通とか17通とか送ってました。はい、両方ともおすすめですよ。で、明日の時間割が10、日曜日ってどれくらいなんでしょう。いや、でも朝結構したいかもな。迷ってり。でも大体じゃあ朝の9時、まあ帰ってきてからすぐするので、そう、帰ってくる時間がまだね全然わからないので、帰ってきたらとにかくします。1時間。あ、待って、明日公演あるんか。あ、でも全然大丈夫よ、かぶってなかった。そっかそっか、19時。難しいよね。わ、めっちゃ来てくれてる、ありがとう、ありがとね。どこまで読んだっけ。ありがとう、金のだるま、ありがとう。ごちゃ聞きだったか、午前中は寝てるんだが、あ、でも夜もするからぜひ来てください。こんにちは、こんにちは、ハートありがとう、ありがとう、みんな。そう、どこまで、そう、明日ね公演あるの忘れてた。そうかそうか、1時間、2時間、
難しいとこだね。刻まん方がいいんかな。オッケー。明日のスケジュールはだいたいこんな感じかな。朝帰ってきてから30分、昼の2時45分から3時15分、夜の7時半から8時半で、一番最終枠が11時から12時にします。ハートありがとう、だるまありがとう、音もします、ありがとう。こんにちは、こんにちは。おしゃれしてる、そう、頑張ってほしいけど無理しないで、無理してないよ、ありがとう。みんなこそ無理しないでねこんにちは、こんにちは、ハートありがとうね。はい、うん、じゃあこれまた書いておきます。あ、そこに待って、私これ何時までやったっけ。これ5分早く始めたから今日は何分、何分までや、4時55分。あ、ありがとう、教えてくれて。はい、4時55分まで配信しますね。50分になったら大丈夫です。めっちゃさ、ごちゃが緊張する、緊張しすぎて、うん、この緊張を毎週ですね。多分これ最終枠になるかも。うん、最終枠、そう、7時にやりたいんですけど、公演が終わらなかったらこれが最終枠ですね。そう、髪のリボン可愛いやろ、これ昨日買った。マシュート今日きつい、うん、きつくない、全然大丈夫なんですけど、そう、でも緊張する、そう、そうなんですよ、緊張しちゃうの。くつやさん、熊の天使ありがとう、もう本当に嬉しい。すごい不安がね、なんかずっと本当にね、やっぱイベント期間中って本当に心臓がねちょっと痛くてそう、皆さんがねそうやってアイテムで応援してくれて、すごく私は助けられてます、ありがとうございます。あー、みーさん、タコの金ありがとう、ありがとうございます。金タコありがとう。そう、もう来た、ありがとう。行きし新幹線少し寝れるといいね。そう、私寝てるこの前も寝ましたマネージャーさんが、先週はねマネージャーさんがいてくださったので私は安心して寝れたのですけれども、今日はどうかな。こんにちは、こんにちは、ありがとう。なんかさ、このさイベント期間中さ全然外出てないからさ、超太った、顔パンパン、そうなの。マッシーさんに引き続きごちゃんも毎週リアタイで見守るようにしていきます、ありがとう。めっちゃ心強い、そうやって言ってくれてありがとね。どこでも寝れる、どこでも寝れへんねんけど、でもごちゃ、ごちゃじゃない、新幹線とかそういう交通供給機関は寝れるかも。あ、ケイトシさん、タコありがとう、金タコ嬉しい、競馬おめでとう優勝もありがとうね、今日も可愛い、ありがとう、だるまありがとう、劇場だ、いいな。アンナピーヤがどんぶらこの絵下手って言ったら怒ってたよ、だって下手くそやもん、アンナアンナちゃんもっとナギみたいにさ、あ、ほんまや、ゴールデンウィークか、え、今日からですか、ゴールデンウィークって、待って待って、そっか、え、今日からゴールデンウィークって、え、ごめん、めっちゃでかい声出してもた、え、ありがとう、金のだるま、どんぶらこありがとう、ハートありがとう、あー、ありがとうね、金のアイテム、交通公共機関、交通共通機関だるまありがとう、ハートありがとう、こんにちは、こんにちは、今日も可愛いね、ありがとうね、交通公共交通機関か、交
交通公共機関ね。よし、こんにちは、こんにちは、もーちゃん、ちょっと返信見えてるの？返信ね、なんかね、なんか、うん、返信がね、そうよくわからないんです10連休やで、今日から。え、新幹線混んでるよ。うん、終わった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 、今日からか、終わった。え、マジでどうしよう、え、マジでどうしよう。でもメールの返信は見れてるからそうなの。友人さん、金太鼓ありがとう、今日からですよね。終わった、マジで11連休。もう兵庫にたまに帰りたくなる。どんぶらこ、またいつか帰りたい故郷に。ハートありがとう。仕事だけど、あ、そういうことね、だからゴールデンだるまね。あ、今日からか、新幹線混んでるんやって。めっちゃ嫌なこと聞いちゃった。でもありがとうございます。キラキラ投げといてありがとう。公共交通機関、よし、なるほどね。初見です、ありがとう、来てくれて。金だるまありがとう。トットさんありがとう。レインボースター、あ、つよさん、クマ天使ありがとう。自由席はやばいよ。だよね、だよね、やっぱそうだよね、やっぱそうだよね、やっぱそうだよね。ねえハートありがとう。今東京の天気は曇りよ。あ、曇りない、寒いかな、もしかしたら。混んでそう、マジかマジか。ハートありがとう。メールのメリットは返信が、そう、メールのね、返信も毎日見てます。みんなありがとうね、本当にNGT いつアパ、いつアパ、何それ。どんぶらこありがとう、こんにちは、こんにちは。10連休文化の配信見てたらいいやん誰もありがとう。ごちゃどうじ、うん、でもゆなちゃんと結構お話しします。大阪は今日も曇り空だよ。曇りなんや。今日の配信はこれで最後？そうなの。でもなんか7時からもしかしたらできるかもしれなくて、だから7時から7時10分のその10分の間に皆さんもし星を投げていただけれたら嬉しいです。うん、多分最後かな。です。うん、タコさんありがとう。ミーさんありがとうね。どんぶらこ自由席ないけどね。なるほど、リボンかわいい、ありがとう。指定席、なるほどね。フォローありがとうございます。最高だよ、ありがとう。ゆなちゃんとまた今日も写真撮ろう。しごもど、ありがとう。あ、結婚してありがとう。500年後にしようね。あ、そうなんや。誰かと話したりする？ね、結構ね、皆さん話してくださってて、中島さん、女優の方なんですけど、すごく私は一番仲良くなりたいなと思っておりまして、なんかすごい頼れるお姉ちゃん感があって、私すごいお姉さんがすごく好きなんですけど、はい、私はもう妹キャラこう見えてすごい妹キャラでして、そう、なんか妹っぽく扱ってくださって嬉しかった、すごく。あ、のりさんレインボースターありがとう。ももちゃん雑誌に載るの楽しみ、ありがとう、頑張るね。あ、ありがとうね、このアイテム初めて見た。ゆなちゃん、そう、ゆなちゃん18歳でもすっごい大人っぽくて、なんか私より私よりなんか大人やなって思った。ですっごい可愛ってなる。この前もゆなちゃんと、ゆなちゃん
今日もお疲れ様ってハグしました。はい、でも今日ねゆなちゃん握手会みたいでお疲れ様ですよね。どんぶらこありがとね。金だるまありがとう。どんぶらこありがとう。もーちゃんグイグイ行くか。そう、もーちゃんグイグイ行くので。そうなんです、もーちゃんお姉さんキャラじゃないの。もーちゃんね、実はね甘えたさんなんですよ。こう見えて甘えたさんなんです。ね、面白いよね、こう見えて甘えたさんなんですよ。あー、ぷぷぷのぷ。今日も可愛いな、ありがとう。誰もありがとう。どんぶらこありがとう。そうなんですよ、 AKB、 そう、先輩、先輩なんですよ。いいね、そう、ハートありがとう。妹キャラなんや、実は甘えは。そうなんですよ、甘えたキャラなんです。もうね、恥ずかしいんですけれども、グイ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 系なんですけど、実は甘えた甘えん坊なんです。誰もありがとう。どんぶらこありがとう。はこんにちは、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 みんなありがとう。そう、また私は NNB 劇場にも遊びに行きたい。ほのほのちゃん見に行きたい。ほのアンジュさんとか。そうなの、こんにちは、こんにちは。ゆなちゃんどんぶらこと一緒で細いよね。でもこれ絶対いじってるよな、これ絶対いじってると思いますよね。皆さんどう思いますか、これ、このコメントどう思いますか。これ絶対いじってる。これ絶対いじってるんですよ、実は。こうやって細いよねとか言っときながらいじってるんですよね、意地悪だから。劇場向かいます、ごちゃ頑張ってね、いってらっしゃい、楽しんでね。私も DMM で見ときます。そうなんだ、そう、ギャップがいいね。ギャップなん。でも NNB 劇場行きたいな。私も行きたい。これさ、絶対いじってると思うねんな、のりさんのこのコメント。だって私もう、まあ、私はこんなにも顔が大きいとか、はじめましてじゃないよ。はじめましてじゃないよ。何がはじめましてなん。え、びっくりした今。え、散々いじっとってさ、はじめまして。びっくりしちゃった今。うん、びっくりですね。ももちゃんガリガリやん。うん、いじってるよねこれ絶対さ。これいじってることに、いじってるとしか思えない。これいじってますよ皆さん。ダメですよ、女の子の体型をいじったら。そう、ほんまに許さへんからな、ほんま。私怒ったら怖いから。ももちゃんスタイルええやん。はあ、よくないの、よくないんですよ、よくないんです、私スタイル。あ、待って、しおりちゃん来てくれてる。しおりちゃん、後で新幹線で返信しようと思ってた。あー、しおりちゃんだ。しおりちゃんが来てくれた。ここ見えて、いや、スタイル良くないから、ほんまに。はい、私スタイル良くない、もうほんまに多分 NGT のメンバーの中で一番スタイルあるもん。顔もでかいし、骨格ストレートやし、足短いし、足細いじゃん、太いし。そう、なんかこれはみんながさ、こうやっていじるからさ、携帯が怒ってくれた。携帯はももかの味方やからさ、みんながこうやっていじるせいで携帯がさ怒ってさ、ねえなんで、なんで、なんでこんな意地悪をするんですか皆さん。笑わせに来てるな。そう、もうお笑いです、逆にね、ノリ
初見です。犬になって、え、ループしてる？どう？治った？ありがとう。復活ありがとう。そう、みんながさ、こうやってさいじるからさ、私の携帯が怒ってくれたんです。そう、いい子いい子いい子です。この携帯いい子やな、ほんまに。この携帯ありがとう。金だるま、私マジで金のアバターが本当に欲しいので。しかもゴールデンっていうのがいいよな。そうだから、この大会は負けられない。負けられない。この金だるま機嫌直してくれ。分かった、直す。直します。負けられない戦いがここにあるんです。全部1位を目指していますので、私はオセロ大会でしか優勝がしたことなくて。はい、はい、私オセロ大会でしか優勝したことがないので、1位を取れるように頑張る。そう、え、すごくない？オセロ大会でしか1位取ったことない。しかも兵庫県の南部大会で優勝、すごくね？すごいと思う、自分でも。ももちゃんゴールド好き。そうなの、ももちゃんゴールド大好き。オセロ大会気になる？私オセロ大会で、兵庫県南部大会で優勝して金メダルと銅メダルある。え、ほんまにプロオセラーですよ。そうなの、オセロめっちゃ強いけど、まだ、え、姫、お父さん、え、え、お父さんか、姫自身の南部大会って来たけど、絶対嘘、私兵庫県の南部大会やと思う、あれ。だから私はオセロ大会でしか1位を取ったことがないので、このイベント期間1位になれるように頑張ります。そう。かわいい、ありがとう。こんにちは、こんにちは。え、姫獅子、嘘、絶対嘘や。私は兵庫県の南部大会で金メダルをもらった記憶がある。これは本人の言ってることだから確実ですよ。知らんけど、お世話になっております。はい、皆さんね、お世話になっております。はい、話が噛み合ってない。それな、知らんのかい。え、分からんくなってきた。もうな、私ほんまに今緊張しすぎて、なんかもう話が噛み合えへん。あれ、姫獅子の南部大会、姫獅子の南部大会絶対違うやろ。はい、私は兵庫県の南部大会で優勝しました、絶対に。え、ごちゃ、緊張する理由はごちゃ。実家でメダル探さんとだね。え、あるで、ほんまに飾ってあるで。おじいちゃんの、おじいちゃんの仏壇の前に飾ってるんです。そう、金メダルと銅メダルがある。また持ってきてもらおう。オセロ話、おちゃでもハマるじゃね、知らんけど。でも見えへんからな、オセロみんなに。実はオセロじゃなかった、え、絶対オセロ。私本当にオセロ上手なんですよ。頭が結構アッポンタンなんですけど、オセロが結構ね、本当に適当にポン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 置いたら優勝しちゃって。
将棋じゃない。ありがとう金のだるま、嬉しい、ありがとうありがとう、嬉しい。もちゃん可愛すぎて、いやあのね、これね小学生の頃の話なんですけど、私の小学生の頃本当にもうこんな顔、今なんか今はなんかこんな顔ですみたいなことに聞こえるかもしれないんですけど、もう本当ひどくて、小学生の頃の自分のお顔がありがとう金のだるま、パク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 、本当に小学生の頃の自分の顔がひどかったからさ、うん、いやマジでマジでこれマジで、だからみんな多分、え？私の推しこれですか？ってなると思う。え？これ？え？ってなる。金のだるまありがとう。めっちゃ送ってくれてるやん。ありがとう。これ多分マンゴーもらえそう。送ってきてくれたから。やったー！マンゴー食べようね。やったー！みんなありがとう。マンゴージュースでも作ろうね一緒に。今めっちゃ可愛いのに信じられへん。信じてください、ほんまに。いやほんまに見せたくない。私の幼少期の頃は2歳まで可愛くて、私本当に可愛い時期と可愛くない時期が交代交代で、生まれたては可愛くて、1歳が可愛くなくて、2歳が可愛くて、3歳が可愛くなくて、4歳が可愛くて、5歳が可愛くなくてっていう交代交代なんですね、私のあの人生で。ね、小学生の頃は可愛くなくて、中学生の頃はなんか中学生の頃も可愛くなくて、高校生の頃になんか急に宿毛矯正を当てたらちょっとだけ可愛くなってっていう変化。今は可愛いわ。いやあのね、私が一番可愛い、自分で可愛かったなって思う時は去年かもしれん。そう、私なんか可愛さがね、交代交代でいや本当に毎年違うんですよ私。うん、なんかね、私その番が来たら、あ今は可愛いって自覚するんですけど、今はね思わなくて可愛いって。うん、そう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 、時期が入るんですよ、可愛い時期と可愛くない時期が。だから多分来年可愛いかも来年多分可愛いかも。のりさんレインボースターありがとう。多分ね来年可愛くなるかも、ももちゃん今年はちょっと、え違う違う、来年押すのがおすすめとかじゃなくて、違う、今年から押してください来年可愛い、そう可愛いのは来年からね。えももちゃんのアバター私も欲しい、みんなにさアバターに設定してほしいから、このゴールデンダルマプリンセス、私はダルマのプリンセスになってみせますわはい、なってみせますわ。で今日はゆなちゃんとツーショット撮ってくれるの、ゆなちゃんが忙しそうじゃなければ私は全然だろーっていう。今年は押しちゃダメ、あそういうことじゃないですね、今年からも私が卒業するまでずっと見守っててください。やったー、52分、あじゃあ壇上だ、じゃあって言ってもた、壇上を読んでいきます。桃が来た、ありがとう、すごい初訪問の方すごい多い、ぜひあのフォローよろしくお願いします、ありがとうございます、聞いていただいてありがとう、どんぶらこありがとう、嬉しい。200年後に卒業してもいい、分かった、じゃあ私が寿命を迎えるまで頑張ります。だるまプリンセスもごちゃだけど確かにだるまプリンセスって何言ったのかな、皆さん頑張ってだるまプリンセスに私をさせようありがとうみんな、あだるまありがとう
そう、ほんまに頑張りたい。違う、ももちゃんは来年から押すと。違う、そういうことじゃないやん。なんで分かってくれへんの逆ギレ。何残っちゃったりそう。確かに多分私が聞いても何残っちゃってなるもん。じゃあ壇上を読んでいきたいと思います。では13位、タムムさんありがとうございます。続いて第12位、コムタンさんありがとうございます。続いて第11位、アキヒロさんありがとうございます。続いて第10位、タクゾウさんありがとうございます続いて第9位、つよさんありがとうございます。9位。続いて第8位、てつやさんありがとうございます。続いて7位、直行さんありがとうございます。続いて第6位、ゆうじさんありがとうございます。続いて第5位、トットさんありがとうございます。続いて第4位、ケイトシさんありがとうございます。続いて第3位、お金持ち先生さん、どんばらこ先生にちょっと投げておくか、ありがとう、嬉しい。続いて第2位、のりさんありがとうございます。あ、のりさんのアイコン変わってる、ありがとう、ももかとあんなや。第1位、みーさんです。みーさん、筋トレしてほぼ画面名人、音声聞いてました。お、いいね、筋トレかっこいいね、ありがとうございます。皆さん目的変わってない、変わってないですよ。私は両方とも1位になりたいっていう目標があるので、うん、頑張ります。ごちゃ頑張る、ありがとう。そう、皆さん本日の深夜に今日ごちゃがあるので、生放送で、よければ聞いてくださいね。で、公演が早く終われば、私は多分時間が余ってると思うので、時間がね許す限り、3時間制限があるので、その時間が許す限りね、また7時から配信しようと思ってるので、よかったら来てください。で、多分それが最終枠になるか、もう多分これで、この今してる枠で終わるかって感じです。はい、ということで皆さんバイバイ。できなかったらごめんね、7時に。バイバイ。